そして千葉まだボールを持って、今度は攻撃の形を左サイドから中央フリーで待っている、スルーしてシュート、ヤモリジーバス守ったシュートはどうか、この混戦はまだインプレー、まだ笛は鳴っていない、シュート決まった、千葉同点。この必死の攻撃追いつきました。戸塚さん、何度もこのプレー止まりかかったんですよね。はい、このこぼれなんですけどね、ジェフ側にこぼれましたよね。安田のシュート、あ、最後合わせてるんですね。ゴールキーパーのもあれですね、股の下です。